秋篠氏は、秋篠を、氏の名とする氏族。生は当初は宿根、後アソン。古代の氏族である恥氏が源流とされる。俗日本記によると、寒武天皇の天皇2年5月に、将内記で、小八条の恥宿根康人が言うには、私たちの遠い祖先ののみの宿根は、物の継承を作って巡視する人の代わりにしました。しかし、その後、 子孫は、教義に預かるようになりました。先祖の業績を訪ねて思いますに、これは、本意ではありません。そこで一族の恥すくね個人らは、居住地の名前にちなんで菅原と、開始しましたが、その時私、安人は縁国に任命されていました。そこで、自分も恥の死の名を改めて、秋篠とすることを、お願いいたします上記のような聖願により、見事のりで、 安心及びその兄弟男女6人に、秋篠の死が授けられたというのが、死の始まりである。その後、延暦4年8月に、長谷短海とその姉の諸主らにも、秋篠宿根の死生が与えられている。その後、延暦9年12月に、改死生された大江阿村に倣い、同月末に、菅原道長、秋篠安志人も阿村生を賜物もの組みされている。この時に、 派生地族の四原、すなわち管理をする古墳の所在地に従って、菅原、秋篠、大枝の区分が取り決められた。大江田氏が、モーズ、すなわち、モズ古墳群の営まれた、泉国大鳥群モーズを拠点としているように、大和国天下群、秋篠、菅原の地には、先立列古墳群や宝来山古墳が存在し、これらを本拠とした士族であったものと思われる。 日本語記によると、延暦15年7月に、河内国の尾江、菅原、秋篠氏の者を右京に官付したとあり、同年の11月の記述に、河内国式の軍の荒田一長を正七くらいに、秋篠阿村清野に賜ったともある。公認2年3月に、河内国の端すくね常盤に、秋篠阿村を施政したともあり、河内国にも一族がいたことが見える。なお、の軍長号は、 古市古墳群の存在する地域でもある。著名な人物は、子孫の秋篠康神や、公認7年4月に即居した、英ただであるが、一族の中には、公認3年6月に、左京の人十五位した秋篠阿村上、子、秋篠阿村、清子、右京の人十五位した秋篠阿村出生、十七条、秋篠阿村宅奈良に親村を施政したとあるように、 親やそを名乗る者も現れており、また、俗日本語期、天長10年2月の秋篠勝継や秋篠義雄のように、菅原阿蘇に、改死制した者もあった。ありがとうございます。